社会学科のゼミで古民家再生による地域コミュニティ作りに取り組んでいます。私の所属する社会学部のゼミではコミュニティの社会学をテーマに掲げ研究しています。私はこのゼミのテーマと以前から興味があった建築をリンクさせ、地域と人、人と人、さらには趣味などで結びつくことができる新たなコミュニティ作りができないかと考えました。注目したのはどの地域にもあるような今は誰も住まなくなった古民家です。どんな考え方とコンセプトで古民家を改装すれば地域のコミュニティとして有効活用できるのか、今実際にある古民家を使ったプロジェクトを進めています。コミュニティはどうあるべきか、そのあり方を知るために大阪で街づくりを手掛けている方々に取材することから始めました。最初に古民家再生や地域活性化で活躍している建築家の方にアポイントを取りお会いしました。その後さまざまな方にお会いし、ゼミの研究テーマについてお話しすると、できることは協力するから実際に古民家再生をやってみたらとありがたい言葉をいただきました。そしてその方から実際に古民家を所有されゲストハウスと銭湯を運営されているオーナーをご紹介いただき、プロジェクトが始まったんです。私がリーダーとなってオーナーをはじめとするプロの人たちにもアドバイスをいただきながらミーティングを重ね、たくさんのアイデアを出し合いました。そこで気軽に使える本のある空間をこの地域に作ったら面白いのではないかという結論に達しました。今まさにその考え方をもとに30人ほどの友人にもお手伝いをしてもらいながら古民家の改装工事を始めています。完成後には地域の皆様がここをどんな風に活用していくのかとても楽しみです。